こんにちは青猫です今回はエンブレムみたいな刺繍の外枠の図案の型紙を簡単に作れる方法をご紹介したいと思います。えー、こういう刺繍をする時のこの外枠の部分の型紙なんですけど毎回手書きで左右対称を測りながら書いていくのは大変だと思いますのでよかったら参考にしてみてください。まず えー、折り曲げられる厚みの紙を用意しますメモ用紙やコピー用紙でも大丈夫です作る型紙のサイズに合わせて準備してください今回の形は楕円を元に書いていきますのでお家にある楕円形の缶や蓋などを使って形をとっていきます今回はココット皿の蓋を使ってみました サ,シでサイズを測ってもらって縦と横ちょうど真ん中のところに線を引いてくださいでこの定規のの三角の部分を使います場所はどこでもいいんですけど楕円に線を描いて4等分になっている1つのスペースだけに外枠のデザインの線を入れます。 かけたらハサミでこの初めに書いた楕円の線に沿って切り抜きます。で、縦横に引いた線の通りに四つ折りにします。四つ折りにできた紙を 先ほど描いた線に沿って切り抜いていきます。これで左右対称の型紙ができました、えー。この薄い紙のまま使ってもらってもいいんですけど、より使いやすくするために厚紙に移して切り抜いていこうと思います。 切り抜いたら完成です。使う時は布に作った型紙をのせてチョコペンでなぞります。次回の動画でこちらの型紙を使って刺繍していきますので、よかったらご覧ください。最後までご視聴どうもありがとうございました。